妹よ、襖一枚隔てて今、小さな寝息を立ててる妹よ。お前は夜が明けると雪のような花嫁衣装着るのか。妹よ、お前は気量が悪いのだから、俺はずいぶん心配していたんだ。あいつは俺の友達だから、たまには三人で酒でも飲もうや。妹よ、父が死に母が死に、お前一人、お前一人だけが心の気がかり。明日お前が出て行く前に、あの味噌汁の作り方を書いて行け。あいつはとってもいいやつだから、どんなことがあっても我慢しなさい。そしてどうしてもどうしてもどうしてもダメだったら帰って